バタビアの佳境虐殺事件、インドネシア語、ギガー・パシノンは1740年に、オランダ領東、インドで発生した、虐殺事件。オランダ領東、インドの兵士が、先住民族の協力者と共に、港湾都市バタビアの佳境を殺害した。日本語では、バタビアの凶暴、バタビアの凶乱と呼ぶ文献もある。 この年での暴力行為は1740年10月9日から22日まで続き、城壁外での小規模な小競り合いは同年の11月まで続いた。歴史家の推定によれば、少なくとも1万人の家境が殺害され、生存者はわずか600から3000人だと考えられている。1740年9月、政府による弾圧と砂糖の価格下落により、 中国系住民の中で不安が強まり、オランダ領東インド総督のアドリア,アン・ファルケニールは、いかなる暴動であっても、武力鎮圧で対処すると布告した。同年10月7日、数百人の家境がオランダ兵50人を殺害した。参加した中国人の多くは砂糖工場の労働者だった。これにより、オランダ軍は中国系住民が所有していた武器をべて没収し、 中国人を対象とした夜間外出禁止令を発令した。二日後の10月9日、過境による強行が起きるとの噂が流れたことが原因となり、バタビアに住む他の民族集団は、ベサル川沿いの中国人の家を焼き、オランダ兵は中国人の家に大砲を打ち込んだ。この暴動はすぐにバタビア全体に広がり、さらに多くの中国人が殺害された。 10月11日にファルケニール総督が略奪を止めようとしたものの総督がより強く抗戦停止を求めた10月22日まで不法集団は中国人を狩り殺し続けた町の城壁の外側では暴動を起こしている砂糖工場の労働者とオランダ兵の衝突が続いていた小規模な小競り合いが数週間続いた後オランダ軍は地域全体にある 砂糖工場の中国人拠点を攻撃した。翌年、ジャワ島全体での華僑への攻撃が引き金となって2年間のジャワ戦争が勃発し、華経及びジャワ人の部隊とオランダ軍の間で戦闘になった。ファルケニール総督は後にオランダに召喚され、虐殺事件に関する罪で告発された。オランダ文学にはこの事件を題材とした作品が多数存在し、 またジャカルタではいくつかの地名でこの事件が語源になった可能性があるとされている。家境を殺害するよう命じた当時のオランダ領東インド総督ファルケにいるオランダによる東インドの植民地支配の初期においてジャワ島の北西の沿岸にバタビアを建設する際に多くの中国人を熟練の職人として雇用した。中国人は商人、砂糖工場の労働者、 小売店の店主としても働いていた。バタビア港を利用した東インドと中国の交易は、後継機をもたらし、ジャワへ移住する中国人移民は増加した。バタビアの佳境人口は急速に増加し、1740年には合計1万人に到達した。その上、数千人もの人々が都市の城壁の外に住んでいた。 オランダ人の入植者らは他境に登録証を携帯するよう要求し、従わない者は中国へと送還した。1730年代、マラリアの大流行により数千人が死亡した後、追放政策が強化された。マラリアによる死者の中には、当時のオランダ東インド総督、ディルク・ファンクローンも含まれていた。インドネシアの歴史家ベニージー・セティオノによれば、この大流行の後、 インドネシアの先住民とオランダ人の中では人口が増加し続けますます目に見えて裕福になっていく過境に対する疑念と遺恨が強まったというその結果として1740年7月25日先住民関係を担当する弁務官のロイ・フェルディナンドはアドリアン・ファルケニール総督の命を受け疑わしい中国人は正論へと追放し シナモン収穫の強制労働に従事させると布告した。裕福な中国人は腐敗したオランダの役人に追放すると脅迫され、金をねだられた。イギリス人の探検家でありジャワ島の歴史家でもあるトーマス・ラッフルズの1830年の著作によれば、オランダが任命したバタビアの中国人代表、N.I.E. コンは黒か青の服を着た。 中国人は貧乏だと考えられるので、全員追放するように、オランダ人に提言したと数人のジャワ人が証言したという。追放者は目的地に到着することはなく、ジャワ島が見えなくなった時点で船外へと投げ捨てられるのだという噂が流れた。また、船で暴動を起こして死んだという証言もいくつかある。家境を追放したことで残された中国人の中にも不安が生じ、 それにより多くの中国人労働者は仕事を放棄した。同時にバタビアの先住民はベタビ人の奴隷も含め、ますます中国人に不信感を持つようになった。経済的な要素も一因であった。ほとんどの先住民は貧しかったが、この都市の特に最も裕福な人々の一部は中国人であることが知られていた。オランダの歴史家エーパースマンは、 当時の中国人はアジアにおけるユダヤ人だったと述べたが実際の状況はもっと複雑だった。バタビア周辺に住む多くの貧しい中国人は製党工場の労働者でありオランダ人と中国人の上流階級双方から等しく搾取されていると感じていた。裕福な中国人は工場を所有しておりまた農場や船からの収益も得ていた。彼らは製陶や 糖蜜と米が主原料であるアルコール飲料アラックの上流で収入を得ていた。だが、オランダ人領主は砂糖の価格を定め、このこと自体が不安を招いた。1720年代にはヨーロッパへの輸出の増加と西インド諸島との競争により世界的な砂糖価格の下落が始まり、これが原因となり東インドの砂糖産業は大きな損害を受けた。 1740年までに世界の砂糖価格は1720年の半額にまで下落した。砂糖は主な輸出品であったので植民地は重度の財政難に陥った。当初、インド評議会の議員数人は中国人がバタビアを襲撃することはあり得ないと信じており、1738年にバタビアに戻った正論の全総督であり、 ファルケニール総督の政治的対立相手であるグスタフ・ウィレム・ファン・イムホフ率いる派閥は中国人を統制するためより強力な対策を講じようとしたが妨害された。中国人の多くは付近の集落からバタビアの外へとやってきたがファルケニール総督は9月26日に評議会の緊急会議を召集しその中で下境によるあらゆる放棄に対して 武力鎮圧で対処するよう命じた。ファン・イム・ホフの派閥はこの政策に反対し続けた。フェルメレンは1938年の辞書で、植民地の2つの派閥間の緊張が虐殺の発生の一因になったという説を提唱している。10月1日の晩、中国人の群衆1000人が5日前の緊急集会での総督の発言に起こり、 門の外に集まっているとファルケニール総督に報告があった。総督と評議会はこの報告を信じられなかった。だが、バリ島人の軍曹一人が城壁外の中国人に殺害された後、評議会は臨時措置を取り警戒を強化すると決定した。50人のヨーロッパ人と数人の先住民主へからなる部隊二つが都市の南側と東側にある、 居留地に送り込まれ襲撃計画が練られた。虐殺中に中国人の家に火が放たれた。10月7日、中国人の砂糖工場労働者の集団が改造武器を使用して反乱を起こし、工場を略奪し火を放った後、数百人の佳境によってメステルコルネリストタナーバンで50人のオランダ兵が殺害された。これを率いていたのは、 NIA 法根ではないかと疑われた。これに対して、オランダは暴動を止めるために、正規兵1800人を主ターリを呼び、徴州兵大体11個と共に送り込んだ。この部隊は、夜間外出禁止令を課し中国の祭りの計画を中止させた。中国人が、ろうそくの明かりの下で、植民地への反抗を企てることを危惧されたため、都市の城壁内に住む、 中国人はろうそくをつけることを禁止され、一番小さいキッチンナイフに至るまで全て引き渡さなければならなかった。翌日、オランダ側は近隣のタンゲラントブカシから来た集団に引き入られた、家境最大1万人による襲撃を都市の外壁で撃退した。ラッフルズによれば、この襲撃で1789人の中国人が死亡した。これに対し、 ファルケニールは10月9日に再度評議会の会合を開いた。一方、バリ島とスラウェシ島出身の奴隷、ブギス族、バリ島人の部隊など、バタビアの他の民族集団の間では、家教が彼らを殺害、強姦、奴隷化する計画を立てているという噂が広まっていた。これらの集団は先手を打ってベサル川沿いの家教の家を焼いた。続いて、オランダ人が、 バタビアの他の場所にある中国人居留地を襲撃し、家を焼いて人々を殺害した。植民地主義を批判していたオランダの政治家 W.R. ファン・ホエーフェルは妊娠中の女性、授乳している母親、子供、震える老人が切り殺された。無防備な囚人たちは羊のように屠殺されたと書き記した。ヘルマヌス・ファンス・フテレン・少尉とタナーバン出身の生存者、 ヤンファン・オーステン隊員が率いる部隊は中国人の地区を担当していた。スフッテレン少尉とその部下は家畜市場に陣取り、オーステン隊員らは近くの運河沿いを担当した。午後5時ごろ、オランダ側は中国人の家々に大砲を放ち、それにより毛に火がついた。燃える家の中で死んだ中国人もいれば自宅を離れて撃たれたり自暴自棄になって自殺した。 中国人もいた。住宅地の近くにある運河にたどり着いた中国人は小舟で待っていたオランダの部隊に殺害され、他の部隊は燃える家の列の間を捜索し、発見した生存者を殺害した。これらの行動は後にバタビアの都市全体に広がった。フェルメレンによれば加害者の多くは船員であり、それ以外にも社会の不法と悪の要素が参加していた。 この時、財産の略奪と汚集が大規模に行われた。1740年10月10日、中国人の囚人が処刑された。翌日、暴力行為は拡大し続け、病院にいた中国人患者は病院外に連れ出されて殺害された。前日に破壊された地域の火災を沈下しようとしたものの失敗し、炎は勢いよく燃え広がり、 10月12日まで燃え続けた。一方、800人のオランダ兵と2000人の先住民からなる集団はカディン・メラティ村を襲撃し、そこでは生き残った中国人の集団がケイ・パンド・ジョングの統率のもとで抵抗していた。中国人らは近くのパニンガランに避難したものの、後にオランダ軍によってその地区から追放された。2回の襲撃で発生した死傷者は、 オランダ人が約450人、中国人が約800人だった。10月11日、ファルケニール総督は将校らに要請して、軍を統率し、略奪を止めさせようとしたが、うまくいかなかった。2日後、他の民族集団を粛清に協力させるための報奨金として、兵士に差し出されたあらゆる中国人の首に対して、ダカット金貨2枚を報酬として設定した。 その結果、不法な集団が最初の襲撃を生き延びた中国人らを借り出し、発見した家境を報酬目当てで殺害した。オランダ人はバタビアの別の場所で先住民と働いていた。10月14日、オランダ軍部隊を増強するために、ブギス族とバリ島人の敵団兵が送り込まれた。10月22日、ファルケニール総督は、 すべての殺害行為を中止するよう求めた。彼は長い文書において暴動の責任を完全に中国人の反逆者に追わせ暴動の指導者を除くすべての中国人に恩赦を与え指導者の首に対しては最大レイクスダールデルン500枚の賞金を設定した。城壁の外側では中国人の半島とオランダ軍の衝突が続いていた。10月25日 二週間近くにわたる小競り合いの後、カド湾に500人の武装した中国人が接近したが、クリストフェルモル大使館のダニール・ヒッツとピーテル・ドンケルが指揮する騎兵によって撃退された。翌日、1594人のオランダ人と先住民の兵からなる騎兵隊がサラパジャン砂糖工場の反逆者拠点へと進軍し、まず近くの森に集結してから反逆者らのいる。 工場に火を放った。ボエジョン・レンジェの別の工場でも別の部隊が同様に放火した。接近するオランダ部隊を恐れて、サラパジャンの苦断の4時間後に中国人らはメライ村の佐藤工場へと交代した。だが、ヤンヘオルヘクリュメル隊の部隊によってこの拠点も陥落した。中国人らを打ちまかし、クアルを奪還した後、オランダ軍はバタビアに帰還した。 その一方で、敗走した中国人らは西側をバンテ天ン王国の部隊3000人に塞がれ、ジャワ島北岸に沿って東へ向かった。10月30日までに中国人らがタンゲランに到着したとの報告が届いた。11月2日にクリメル隊員に停戦命令が届き、彼とその部下たちは角ンに50人の文献隊を残してバタリアに帰還した。 彼が正午に到着すると、城壁にはもう中国人は残っていなかった。11月8日、都市の警備を強化するため、チルボン王国から2000人から3000人の先住民の部隊が送り込まれた。略奪は少なくとも11月28日まで継続し、最後まで残った先住民の部隊が引き上げたのは11月の終わりのことだった。 ファン・イム・ホフとその派閥の評議員二人は、ファルケニール帝督に反抗して逮捕された。虐殺の記録のほとんどは、バタビアの城壁内で殺害された、中国人の数を1万人だと見積もっており、その他に少なくとも500人が重傷を負った。600から700件の中国人の所有する家が、略奪され、焼かれた。フェルメレンは、生存者の数を600人としているが、 インドネシアの学者 ART ケマさんは3000人の中国人が生き延びたと見積もっている。インドネシアの歴史家ベニージー・セティオノは500人の囚人と病院の患者が殺害され、生存者は合計3431人だと記している。この虐殺の後はジャワ島全体に家境に対するオープンシーズンが訪れ、1741年にスマランで、 別の虐殺が発生し、後にスラバヤとグレシックでもそれぞれ虐殺が発生した。暴挙を終わらせるための条件の一つとして、バタビアのすべての家境は、城壁の外にあるパシニアン、現在のグロドックに移住した。これにより、オランダ人は、より簡単に中国人を監視できるようになった。家境がこのチャイナタウンを出るためには特別な通行許可証が必要だった。 だが、1743年までには、家教は、バタビアの都市内に戻っており、数百人の商人が都市内で働いていた。ケイ・パンド・ジョングが率いる他の家教は、中部ジャワに逃走して、オランダ人の貿易拠点を襲撃し、後に、マタラム王国のジャワ人、スルタン、パクブーの2世の軍が加わった。このさらなる反乱は1743年に終結したが、 ジャワ島での紛争はこの後17年間ほとんど切れ目なしに続いた。1740年12月6日、ファン・イムホフと同じ派閥の評議員2人が不服従を理由にファルケ・ニールの命令で逮捕され、1741年1月13日に別々の船でオランダへと送還され、同年9月19日にオランダに到着した。オランダではファン・イムホフは ファルケニール提徳が虐殺の責任を負うべきだと評議会に確信を抱かせ11月24日にオランダ東インド会社の現状についての考察という題名で長い演説を行った演説の結果彼と他二人に対する告発は却下された1742年10月27日ファン・イムホフはオランダ東インド会社のトップである17人会からの 期待を一心に背負い、ハーストラーに乗って新たな総督として、バタビアに戻った。彼は1743年5月26日に、東、インドに到着した。ファンウィムホフはオランダに送還されたが、後に、オランダ領東インドの新たな総督として任命された。1740年後半に、ファルケニール提督は公認を求め、1741年2月に、 次の総督にはファン・イム・ホフを指名するよう指示する返信を受け取った。別の出典では17人会は1739年の過剰な砂糖輸出と過剰なコーヒーの輸出により大きな経済的損失が発生したためその処罰としてファルケニール提督にファン・イム・ホフと総督の地位を変わるよう指示したとされている。 ファルケニール総督が返信を受け取った時には、すでにファン・イムホフはオランダへの帰路についていた。ファルケニールは、ヨハネス・テイデンスを総督代理に指名して1741年に、東、インドを去り、戦乱を指揮して、オランダへ向かった。1742年1月25日、彼は、ケープタウンに到着したが、留置されて17人間の命を受けたヘンドリック。 スベレンフレベルによる取り調べを受けた。1742年8月、ファルケニールはバタビアに送り返され、バタビア砦で投獄され、3ヶ月後に虐殺への関与を含むいくつかの罪状で裁判にかけられた。1744年3月、彼は有罪となり死刑判決を受け、財産はすべて没収された。1744年12月、審理が再開され、 ファルケニールは自身を弁護するために長い教術を行った。ファルケニールはオランダからもっと証拠を集めるよう求めたが、調査が完了する前の七百五十一年に投獄されていた部屋で死亡した。七百五十五年、彼の死後に死刑は撤回された。フェルメレンは、調査が不公平であり、オランダの民衆の怒りに煽られたものだと主張しており、七百六十年に、 息子のアドリアーン・イサーク・クハルケニールが総額72万5000ギルダーの賠償金を受け取っていることからおそらく公式に認められている。虐殺の後、工場で働いていた中国人の多くが殺され、あるいは行方不明になったため、この地域での砂糖生産は大きな損害を受けた。これは新総督のファイン・イムホフがタンゲランを植民地化した後に回復し始めた。 新総督は当初オランダから人を来たさせてこの地域で働かせるつもりだった。彼は東、インドにすでに定住している人々を怠け者だと考えていた。だが、従税のため彼は新たな定住者を引きつけることができず、すでにバタビアにいる人々に土地を売った。彼の予測通り、新たな土地の所有者たちは手を汚すことを好まず、すぐに土地を家境に貸し出した。この後、 生産は徐々に上昇したが、1740年以前の水準に達するには1760年代までかかり、その後は再び減少に転じた。工場の数も減少した。1710年には131件だったが、1750年には66件まで落ち込んでいた。1740年の虐殺の後、バタビアが多数の品を交易するには、 中国人が必要だと一連の検討を経て認めるには明らかに数十年を要した。18世紀後半に中国人経済がかなりの拡大を見せ、1814年までには住人47,217人中11,854人が中国人になっていた。フェルメレンはこの虐殺事件を18世紀の植民地主義において 最も印象的な出来事の一つと述べている。WW ・ダルモビヨーノは自身の博士論文において、この事件はオランダ文学でよく題材とされており、初期の例として1742年のビリエム・ファン・ハーレンの虐殺を非難するし、同時代の中国人に批判的な匿名の詩があると記した。ラッフルズは1830年にオランダの歴史的記録は、 決して完全なものでも満足のいくものでもないと書き記した。オランダの歴史家、レオナルド・ブリュッセは、この虐殺は間接的にバタビアの拡大をもたらし、家教と他の民族集団を二分することになる暫定協定を制度化したと述べ、この家教と他集団の分離は20世紀後半でも未だに感じられると付け加えた。この事件は、 ジャカルタの多数の地域の命名要因にもなっていたかもしれない。タナーバン地区の名前の由来は、ここで流された中国人の地が語源の可能性がある。ファンホエーフェルは、この命名は、中国人の生存者たちにより早く恩社を受け入れさせるための情報だと提唱した。東ジャカルタのラワバンケ区の名前は、ここで多数の家境が殺されたことから、 インドネシア語で主体を意味するバンクイに由来するかもしれない。ジャカルタのタンボラクにあるアンケも同様の由来があると提唱されている。インドネシアのジョコ・ウィドド政権と茶不モロ、内務大臣はバタビアの佳境虐殺事件の被害者と虐殺に対する報復として、ジャワ戦争でオランダと戦ったジャワ人と中国人の記念碑を混流した。ありがとうございます。